はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方やっていこうと思うんですけれども、今回の碁もね、かなり相当激しい碁になっていきます。割と苦しい展開になるので相当難しい手を仕掛けていくんですけども、そこからねじり合いのね展開を、今日は楽しんで見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。それではやっていきましょう。対戦開始。はい、お待ちしました。よろしくお願いします。今回白番で打っていきたいと思います。1手15秒の超早碁になりますね。はい、というわけで、今ねお相手の方が黒番なのでちょっと考えられていますね。結構ね布石の4手とかもね、4手っていうか布石をどう打っていくのかっていうところも結構この骨格を作る上で大事になってきますよね。今日も小目でいきたいと思います。割とそうですね、地に辛く打ちたい気分の時に小目を選択することが多いですかね。で、こちらに打ってきましたね。白のがこう2つ構えるのを防いだ手になります。私もこちらで、どっちかな。三々とかやってみます、私。あんまり皆様にお見せしてないですね、三々。お見せしてないっていうか、私めったに打たないんですけど、今日はね、ちょっと一風変わった手で打っていきたいと思います。この手自体がね、そんなに多い手じゃないですしね。今こちらかかってこられましたね。この辺こうやって受けていくのが普通かな。ここで受けたいと思います。掛け封じですね。掛けられるのってそんなに嫌なのかどうかっていうところもまた難しいとこではあるんですけど、黒は開くか、三々なのでどっちからこうねかかっていくのもありですね。三々のかかり方としては星に打つ打ち方と、あとはこの両サイドから、こう上下どっちもあるんですけど打っていく打ち方両方あります。挟んでこられましたね。これを挟み返していきたいところかなという気がするので、一番多いのがこの二間のこの低い挟み方ですね。で、最近増えてきてるのが、ここでコスんで、すぐ脱出していく打ち方なんですけど、黒は滑る手もありますよね。はい、でもこれとっても多い打ち方になります。白一間飛びとかもあるんですけど、隅をねしっかりと実利取りながら収まる戦法でいきたいなと思います。黒は飛びか挟み、この辺打ってこられる。でもこれは冷静、私が飛ばなかったからコスモっていうことですね。二間開きぐらいが自然なんですかね。ちょっと上に構えてみる。少しこれを意識しました。低い二間が一番考えやすい。これ詰められるの結構嫌で、詰められたらどうしようって今内心思ってる。しかも当然そう来るわけなんですけどね。ただね、ちょっとこう打たれてここに打つのでは明らかに効かされてるので微妙です。あまりいい手じゃないと思います。ぬるい。ただ黒に逆にここに打たれると全部つながって連携しますよね。で、上辺も模様っぽくなるから、そういったのを牽制してます。ここつながり立ってるんですよね。ただ掛けが当然いいところにはなってきますね。ここで白はハウか K にちょっとこう打つか。ハウかな。でもここね滑る形かな、黒は。ぶつかりには抑えて、切りには上伸びでと思ってます。で、跳ね出しは切っていくつもりなんですけど、これ一本ででもこっちなんですね。利かしと見てるわけですね。飛びですかね。分かんなかった。出切りは上当てから来ると思って一目捨てられちゃうと思ったんで、出切らなかったんですけど、黒は一間飛び、一間飛びかな、ここで。ここで滑るんだ。一つの滑りは急所なんですね。さっきもちらっと言ったんですけど、次黒ここ打たれると切られちゃうから、白は出るぐらい。結局出切りを誘発させられたんですよね。抑えになると思うんですけど、切って
まあ、逃げるってことはないんですよ。ここで逃げたらこう打たれて、逃げてもこれ下駄で取られちゃうので、まあ、これ上当てで来ると思うんですけど、まあ、上当て抜きになった時にこの一手が遊んでますよ。遊んでんのかな。まあいいとこにいるっちゃいますけどね。黒の伸びきりにちょっと牽制してるので、黒ここで何か形整えてこられる。あ、ぶつかるんですね。まあ、ここは伸びきっていきたいですね。白的には割り込みにはここから押さえてつなぎにつなぎぐらいで、まあ、切りにこのシチョウは一応いいので、現状ただここで覗く形ですかね。黒は覗いてくるかな。覗きに黙ってつぐのは微妙な、まあ、覗きには出切りでしょうね。白は出切っていきたい雰囲気かなって思ってました。ちょっとこの辺ね、ゆるふわなこの、あのここ大ゲーマじゃないですか。結構狙われてますねこれね。このツケとかで跳ね出しに切ってって言って切断されると結構うるさいかもしれない。ちょっと何か打っといた方がいいのかな。まあ、これ割とここ補強しに行ったんですけど、この補強作戦はどうなんでしょうね。特殊かな。こうきます、こうくるかな。まあ、この白を補強しに行ったんですけど、よく見たら別にこの白ってそんなに弱くないから補強する必要があったのかどうか微妙なところですね。この羽もめっちゃいいところだし、あんまいい打ち方じゃない。ただここ止めたいんですよね白ね。だから力ずくで切りにはつないでいこうと思ってます。で怖いのは、まあ当ててこう打って思いっきりこうガンガンこう攻めてくるような手ですけど、黒も一応ここに断点があるので、それをちょっと主張はしてるんですけどね。抱えていく主張は現状黒がいいので、なるほどね、しっかりした手ですね。いい手ですね。まあ、切って、まあ、これは十中八九下がりになると思うんですよね。引くつもりだったけど抑え込んでいって当てるっていう手にちょっと魅力を感じている今日この頃です。やるな、どうなんすかね。まあ、これはまあこうくるんですよね 100% で当てて、まあ、シチョウいいから逃げてくると思うんですけど、その時にまあ伸びきって打とうかなと思ってますが、切ってくるかな、もしかしてシチョウいいから切ってこうやってこうやって上を押さえてこう押さえた、今度このシチョウが黒がいいからここで手抜きか、悩ませてきますねこれ。一本か、ちょっとわかんないですねこれ。欲しいんですけどね、押したいな、押して熱いんですけどね。ただな、黒も切るのは、まあ、あんま怖いっちゃ怖いってことを言ってるっぽいので、割り込みに押さえ、まあこれは押さえなんですよね。下切りはありえなくて伸びられてバラバラになるので、まあ押さえつなぎでここで、まあ、次かこうやって守るか、これをまあもう打ったってことにしてこっちを動き出す作戦か。やっぱそういうことか。まあ、動いてもらえるのであればと思って手抜いてたんですけどね、まあ、切りではなかったんでちょっと安心はしますが、まあ、伸びるよりなくて、まあ押してきますよねこれね。で白もこれをダメ詰まってるんでむちゃくちゃ要注意ですね。この切りとか絶対気をつけなきゃいけない。だから跳ねたりするともうそこ切りされて、当てたりしようもんならこう一気にこれ落ちるんで、もうこういうところはねもう切らないのがコツです。伸びる、あのダメ詰まりの時はとにかく断点作らないと、まあ押していった時にこれがいいとこ待ち伏せしてますせということをお相手の方は主張されてて、確かにその通りだなって思っているんですけど、簡単につながらせたくないですね。ここまで伸びたんで一応この切りには下当てで取れる形になりましたので、次押しにはあれするつもりだった、跳ねるつもりだったんだけど、ここでかわしてきましたね。3、4、5、6、7、8、
これめっちゃ時間使いたかったけど、あ、まあ、この手で、まあ、例えば切るとか、何が一番厳しかったのかなっていうのは分かんなかった。まあ、これ押さえたいんですよね。で、切られた時にこう打つ手がありますよね。まあ、ここで切っていきたいですね、白は。あ、じゃあ黒は切ってきた時に押していって、このバラバラを、まあ、戦いですね。まあ、押すしかない構えですね。で、まあ、この死活に関しては、まあ、羽に押さえで、一応スペース的にはまあ生きてると見ております。で、ここで最悪なのは、かけて取られるっていうのが最悪。ただ一応出て押さえて切りつなぎ当てて、こうぐーっと脱出できるので、また止めに来てますよね。てかな、確かに結構ビタビタ効いちゃう感はある。ひどいけどこれしかないですね。で、押さえに切ってつないで、これ2目取らせられると、あー、ちょっと微妙でしたね。これ締め付けっていうのが効いちゃってますので、非常にこれはちょっと失敗しましたね。今の桂馬いい手でしたね。なんかすごい団子で取らされてるので、まあこれつなぐと思うんですけど、まあ一応取れるけど、なんかビタビタ効いちゃったので。ただビタビタ効いたんですけど、黒もここの切りとかが残ってるから、まあ完璧な厚みではない感じはしますね。ちょっと切り込み一発入れてみたいですね。これどうなってるんだっていうことで、切りに、この桂馬っていうのは、まあちょっとこの白にプレッシャーかけつつ、まあ、ここの味をぼかそうとされてるわけなんですけど、ちょっとそこ牽制に行ってますね。で、黒ここ当ては両方効くんですけど、どっち打っても取るんですけど、結構ここに隙間が空いてるのが気がかりなはずなので、これぐいぐい伸びていきたいですね。ちょっとこの黒の薄み将来的についていく展開にしていきたいけど、調子乗ってるとこれ死ぬかもしれないから、そこちょっとね、要注意事項ではあります。まあまあ、もう伸び続けるんでしょうね。で、一発どっかで打っておいた方がいいかもしれないですね。これ、まあ、そろそろ来ましたね。来ましたね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 ちょっと待って、分かんない。まあ、この白次突き越しから切られると結構ここ眼形がないので、これ割と急所に迫った手でしたね。この4つも目がなくて気になるとこではあるんですけど、とりあえず取り急ぎ、これ形整えないとっていう感じですよね。先手でね、うまく収まりたいんですけど、この当てはまあ抜きになる利き筋なんで、あんまり打ちたくないなって。私あと1回あと2回あと2回あったんですね。あー、ちょっとこの手やばいですね。あんまりいい手じゃないので、ぶつかってこられた時にどうするんだろう。結構目なくないですか、この白。想像以上に1,2,3,4,5,6,7,8 やばいな、どうしよう、死にそう。ちょっと待って、どうやって生きたらいいんだろう。なんかそんなに死ぬことはないだろうみたいな気分でいたんですけど、かなり危ないというか際どい。
ことに気がついてますね。逃げて抑えて、こう出ていってこっち行かれる。ちょっと待って、本当にどうやって生きるのこれ。こうやって抑えに乗る。本当にこれ死にそうですね。マジでそんなに危ない石だったんだ。全然そんな雰囲気で打ってなかったですよね。どうしようどうしよう。でもこれ出てくるのがいい手か。いやー、ここに目ができないので、1,2,3,4,5,6,7,8,9、ちょっと待って、何ちゅうとこ打つんだ。ああひどいな、この手は。これはないね。抜きね。味いいですね。なんかひどそうすぎるんですけど。ちょっと待って、本当にちょっと待って、やばい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 。ちょっと待って、これ生きないのかな。もうなんかここに本込んでいくような手がなくもないんですけど、単純に目がない。からも持っていくしかないか。まあ抜きになってってこうなんですけどね。なんかほんと血迷ってますね、やってることがね。はい、まあそう受けられるのがね、嫌なとこなんですよね。ここ切断されるの残っちゃうの。これ死にそうすぎて、とりあえず形整えるのに四苦八苦といったところです。1,2,3,4,5,6,7,8、まあ抜いてくる。まあ当ては効くと思うんですよね。次になると思ったけど、はい、今抜いて、鉱材ね、この辺にいっぱいあるし、ここなんつっても暑いので、ちょっとそこがな。苦しくなるんですね。まあ私のこの左辺の死活をちょっと判断を見誤ってたっていうところはちょっとありますけどね。まあ、これはまあちょっとこの辺は数個はね、鉱材効くところですね。まあ多分こう来られると思うんで、まあ曲げとかも一応鉱材にはなる構えなんですけど、まあこの辺冷静にもうやってきますかね。ここら辺に打って、切断も残ってるし、そんなもんでいいかもしれませんね。まあとりあえず解消しとくしかないのが辛いところなんですけど、まあ、粘っていくしかないですね。まあ一応ここはい4つ、これまた危ないんですけど、なんだなんだ、まあとりあえずなんか入っていく。まあ場合によっては捨てようっていう感じの気分ではあるけど、うまくこう絡めてつなげることができればいいなみたいな気持ちはちょっとありますね。結構ね、優勢な方もね、多分ね大変。わあ、ちょっと待って、意味わかんないよ。まあこれはちょっとつけはね、ちょっとこうちょっと自分でもわかんない。もうとにかく困ったらつけるみたいな雰囲気で打っちゃったけど、危険極まりない手でございます。まあ冷静に一間飛びぐらいだったかもしれませんね。読めてなかったので、こうやって打っちゃうと危ないですね。まあ、この4つはまあもう本当にさっきも言ったけど捨ててもいいかな、ここでうまくさばけないかなっていう
感じです。まあ、伸びとかだったらね、切ってこうやってこうやって抱えようっていうことですけど、そう、最強はそういう手で、そういう手で来られた時にどうなってるのかが読めてないんですよね。とりあえず跳ねるのかな。まあまあ形勢が悪いので、多分もういろんなことをやってちょっとでも局面を難しくしたいなっていう心理はありますね。まあ、切って、まあ、伸びてくると思うんで当てようとしてます。でこれにつなごうっていう作戦ですね。あるいはここで伸びるのがいいのかなってこともある。まあいいや、わかんないや、当てることにした。まあ、この伸びとかが効いて、まあ、黒こう、まあ、当て継ぎになるんですけど、伸びとかが効いてこの2目うまくなんか下駄とか下駄とか絞りとかなんかうまく形できないかなっていうところはちょっと白としてはありますね。待って、わかんない。あー、この牛微妙、この伸びを打つべきでしたね、この手でね。あー、そうくる。でももうわかんないですね。お互いわかんないんじゃないかな、これ。相手の方も怖い怖いと思うんですけどね、何かと。ただこれ支柱が黒いいからな、ちょっとそこはありますよね。どう受けるっていう、まあ、二段バネしたいけど無理なんで、まあ、とりあえず切り位置は打っとく。当てですかね。いやー、どうやんだろう。あー、でもこれおかしかったかな、効かないもんな、当てじゃ。あ、そうくるんですね。まあこれはこうやるのかな。あー、で当てようってことか。なるほど、向きに伸びといて。なるほどね、空振りましたかね。4つを取られちゃってて、ここちょっとこんなんじゃもうちょっといい手なかったかな。まあ軒には伸びで来られると思うんで、そうですよね。ちょっと空振った感は否めないかな、この形だと。この4つが取られて、この生き方だとちょっと微妙なんですよね。もうちょっと頑張りたかったんですけどね。ちょっと時間が、ね、まあ抑え込まれるんで、そうだな、あ、曲げるね、冷静。1、2、3、4、5、6、7、8。なんとか、まあ1眼あって、もう1眼こう打てば、まあ最悪ここにできるんですけど、その程度じゃちょっとってところですね。切りか。最も厳しい手ですね。打たれてみればでも当然かもしれませんね。まあ生きに行くしかないか、恥を忍んで。まあこれ伸びになると思うので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1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 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
なるかな。こうやる、やる手がある、ある、ある、あったら、あったら終わるかなって思ったけど、これに継ごうってことか。ついでこれに跳ねて、え、あ、まあこれに、これに、これにはまあこう打たれて継げない形ですけど、一応こうやれば黒次に切れるけど、まあここに次に打とうってことか。別に差し障りない。つないで抜きに押さえてつなぎ、まあ、なんとか生きてはいるけど、ひどい形ですねってことですね。まあ否定しませんね。この辺将来なんか手がないかなっていうところですよね。1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、分かんない。ここちょっと小味が残ってるんで今切っていったんですけど、どうなんですかね。まあそうきますわな。凄まじいけど、もうなりふり構わず、形とか気にせず、まあ、本当は放り込んでこうやってこうやるのが筋なんですけどね。ちょっとそんな余裕もないないなってことで、まあただ取られて同胞材を立てるんですかね、そもそもね。ちょっとそこ悩ましさがありますよね。かな、これ聞きますかね、解消しますかね。これも大きいかな。大きいですね。聞かないかな。この辺とか、うん、考えたけど、まあ一応聞いてくれたんで2期。あ、ただここにあるのかな、1個。これは聞かざるを得ないかな、さすがに。うん、聞かざるを得ませんね。まあ聞きましょう。ここら辺がな、この曲げ程度じゃもう効かないと思うんですよね。抜かれた時に、うん、これ効くと思うんだけどな、どうかな。ただツケから行く筋をなくすから、ちょっと打ちづらさはあったんですよね、この手は。聞くけどね。ただそうね、つけ味のうるささをちょっと強調しようとしたんですけど、まあとりあえず抜く。まあ一つ言えるのは、ここ解消した時に地味にちょっとこの黒の一段を狙える形かなっていう気はしていて、あ、まあこれはちょっと混ぜるわけにはいかないな。まあ、次の鉱材白難しいですよね。ここのめちゃめちゃ大きいんで、これ、これ効くかな。まあいいか、抜かれたら伸び切ろうっていうことですけど、ああ、効きましたね。しかし次黒どう鉱材立てるか、結構もう抜いちゃうような気持ちではいるけど、気持ちではいたけど、いや、これって取られたら多分負けやろな。受けるわ、受けることにした。まああと1回聞きますね、ここ一発。黒からは白コウ材がね、こういうぶつかりは次になるけど、もう後がなさすぎて打てないので、こういうとこにね、もうちょっとあってほしかったかな。かけ継ぎ、まあ、次切りとかちょっと鬱陶しいから受けてくれる可能性が高いと見ておりますが、果たしてどうでしょうか。あと、まあこれ効かないと、まあそうですよね、ちょっと何かとね、後々うるさい可能性がある形ではあって、なんだっけ、
ただこれ全部取ろうとされてますね、完全に相手の方は。まあでも全部死んでるかもしれないんですよね、確かにな。1,2,3,4,5,6 取るかな。これ切るのかハサミつけって方向からアプローチする可能性もあって、そのどっちかっていうのを判断すらもできなかったですね今ね。まあいいや取ろう。ただ次の黒の後続のコウ立てはまあ見当たらないんじゃないかなっていう気がします。油断するとこれ結構危ないので、あれそんなもんでってことですかね。これちょっと狙える展開になってほしいんですけどね。味いいんです。ただこれね攻め取りの具合がなくなるので、まあそれで勝ちってことかもしれませんけどね。でもこのこれ危なくないのかな、ほんと完全に放置プレイに入ってますけど。3,4,5,6,7,8,9。どう狙っていくのかな。でも危なくないのかそんなに。普通にこうやられて生きてる、この伸びを決めても生きてるのかな。何やってんだろうな。失敗しましたね、ちょっとぬるすぎましたね今の手は。1,2,3,4,5,6,7。いやちょっと待って、本当に読めてないからな、なんかしないといけないんですけどね。なんかないですかねこの辺、なんか手。1,2,3,4,5,6,7。あーもう本当にちょっとね時間と読む力が必要ですね、私の課題ですね。負けなんでしょうね。なんかこの辺の攻め合いとちょっと絡んでいきたいですよね。つないで、まあ、こう打ってこられると思うので抑え込みとかで。ここでこっち来るとこうつなぐ手があるんじゃないですか。でもこれこうやれば結構これ。これはどうなってるんです。おそこをこう来てこう来てこうは跳ねてこう来てこうやって、なんかちょっと怪しげな雰囲気になってきましたけどね。こっちで攻め合い負けてるんかい。あー読めてない、それはひどいな。そっか、残り1回しかも、もう最悪残り1回なんだ私。じゃあこっちで負けてんなこれ。あーこっちで負けはうっかりしましたね、それはひどいわ。そっか、肝心なところで読みが。いやいやいや、ひどい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 、それはないわ。このままトンシはないですね。完全にこれは これはちょっとダメかな。いや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 、ちょっと待って。まあ明らかに地合いは足りないですし、ここの攻め合いが
完全にここと4手3手で負けてるんで、まあ、これはちょっと潔く投了していきたいと思います。いやーダメでしたねこれね。いろいろ頑張ったんですけど、まあ、最後ちょっとこれが全滅してしまったので、まあ、確実に負けということで今投げました。まあまあ苦しい中でずっと打ってはいたんですけど、相手の方のね読みが的確でしたよね。ちょっとまあポイントのところ振り返っていきたいと思います。対局ありがとうございました。はい、というわけで最後のポイントの場面振り返っていきたいと思います。まあ、今回の碁非常に苦しかったですね。まあどういう状況かって言って、まあ、ここにね白が、まあ、最後これコウ争いずっと争ってたんですけど、解消した時にまあ、こう打たれて、まあ、ここ一帯がね全部黒字で、まあ、この辺の白石が全部取られちゃってますね。でここも取られてて黒字になってるので、まあ、白一応こことここは白字なんですけど、まあ、これじゃ足りないだろうってことで、まあ、なんか手にしないと負けかなと、まあ、ここに打った時にまあこう受けたのは黒はいい手で、まあ、ただこれまあ取る手がないんですよね白からね。この、まあ、こういう手は効くんですけど、ここにやっぱ一眼あるし、こう打ってもここにすぐに一眼できる構えではあるので、まあ、こういった手も効いてるので、まあ、割と眼ができちゃうってことで、まあ、これやっぱ取れないんですよね。というわけでまあ白としては、まあ、何かここら辺何か手にするしかないなってことで、最後ごちゃごちゃと勝負手を仕掛けていったんですけど、まあ一瞬ね期待したのはこうなってこうつないだ時に、まあ、この黒とこの白の攻め合いは単純にこう詰めていけば白が一手勝ってるので、あこれはもしかしてチャンス来たんじゃないかなって思っていたんですが、こっちが全然落ちてましたよね。こうやってこう打たれて白3手しかなくて黒4手なんで、単純にこう詰めていった時に白一手負けで、ここ一手負けだとまあこれも目ないんで全滅ってことで、勝負手失敗ということで最後投了しました。いやお相手の方見事でしたね。まあ随所随所でまあ本当にいろいろ私も仕掛けていったし、非常に読みが必要な難しい碁ではあったんですが、まあお相手の方の読みがね一歩ちょっと上回っていたかなといった印象の碁でした。まあでもね、まあそんな中でもまあ一生懸命打ったということでね、まああのちょっとでも少しでもまあ楽しく見ていただける部分があれば嬉しいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。